農林水産省直轄ダム。農林水産省直轄ダムは、農林水産省が土地改良法に基づく、国営土地改良事業、国営管外排水事業の根幹事業として、農地管外を主目的に建設、または管理を行うダムのことである。東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州の各地方の政局及び、 北海道開発局農業水産部、沖縄総合事務局農業水産部が実際の施行と管理を行っている。冒頭に記した通り土地改良法に基づいて施行される国営土地改良事業、または国営管外排水事業における水源として建設され、1級河川、2級河川の区別なく建設される。完成後は、 農林水産省が直轄でそのまま管理することは少なく土地改良事業が完了した際に大抵は所在地域の土地改良区へ委託管理される。また、河川管理者、国土交通省、都道府県知事が行う河川総合開発事業と共同で施行する場合、治水目的を持つことから農林水産省が施行、管理を行うことは1989年。 平成元年7月1日通達、術で不可能となったため、施行中より共同事業者として事業主体が河川管理者へ移管される。通達発令以前は完成後に移管されていた。ただし、治水目的がない多目的ダムについては直轄ダムでも存在し、地域の水がめとして上水道や工業用水道の供給、または水力発電を行うダムもある。 純粋な農林水産省直轄ダムは、国土交通省直轄ダムに比べてその数は多くない。直轄でダムを管理する場合の指針や基準は、例えば、阿賀野川から阿武熊川へ導水路による流域変更を行う羽鳥ダム、鶴川、福島県のように複数の水系、河川を利用した灌溉事業である場合、あるいは、加古川水系、木の川水系、 大淀川水系などでの国営土地改良事業のように樹液地域が通常の事業に比べ広範囲に部場合など利害調整の上で土地改良区単独では対処できないケースでは農林水産省が水源であるダムを直轄で管理する管轄する内部部局は農村振興局であるが実際の管理は地方農政局の各部署が行う東北農政局 近畿農政局、九州農政局管内で直轄ダムが多い。ダムの規模は、概ね中小規模のもので占められ、高さが100メートル以上、または、総貯水容量が1億立方メートルを超えるダムは、直轄ダムとしては存在しない。高さでは、山形県の新鶴湖ダム、乳川が最高で、総貯水容量は、北海道の大夕張ダム、夕張川が最大である。ただし、 共同事業者として参画しているものを含めれば、前述した大夕張ダムの155メール下流に建設されている夕張シューパロダム、夕張川、国土交通省及び北海道との共同事業が高さ、早朝水容量ともに最大となる。現在は九州地方南部を中心に新規のダム建設が行われているが、公共事業見直しに伴うダム事業の再検討などにより、 ダム事業の中止が多くなっている。管理上一般人の立ち入りが制限されるダムも多いが、ダム水源地環境整備センターが選定するダム500、1000に羽鳥ダムの人造湖である羽鳥湖が選定された。他、鴨川ダム、鴨川、兵庫県の人造湖である、東条湖や津風呂ダム、津風呂川、奈良県の人造湖である津風呂湖などのように、周辺地域が観光地として整備されているダム、 山田ダム、野田原川、和歌山県のように釣りのスポットして知られるダムもあり、観光地として多くの人を集める直轄ダムも増えている。古来より稲作を中心に農業を発達させた日本ではあるが、稲作に必要な農業用水の確保は最も重要な課題であった。大胸河川より直接取水する方法で用水路を整備していったが、干ばつになればその水源は、 容易に枯れてしまい、水の確保をめぐって、流域内において、水争いが絶えず、鎌やクを持って、流血の惨事となることも稀ではなかった。また、溜池建設の際に水人を沈める目的で、人身獄も行われ、各地で悲話が伝えられている。こうした水問題を解決すべく、大規模なダムによる、溶水補給の必要性が問われたが、技術的問題や、 官業随利権の問題で導入には至らなかった。太平洋戦争の敗戦後、日本は極度の食料不足に陥りが死者や栄養失調に苦しむ国民が急増した。こうした不満を背景に、食料命令などデモが頻発。治安上にも悪影響を及ぼしていた。背景にある日本共産党の活動に危惧を抱いた連合国軍最高司令官総司令部。 GHQ は、デモを弾圧する一方国民の不満をそらすために、緊急食料援助を行うかたわらで、早急な食料増産体制を敷く必要に迫られた。1947年、昭和22年 GHQ の指令を受けた、農林省は、官業水利権にとらわれない広域にわたる、大規模新機械本計画として、国営農業水利事業を開始した。 これは大河川を水源に利用して、ダムため池や投資口、用水路などを系統的に建設して、新規水利権と農業用水を確保し、これを大規模に整備した水田、二十歳などの補助をに供給することの農業生産力を高め、早期に食料自給率を回復することを目的とした事業である。事業発足と同時に、大井川、静岡県、九ず川、福井県、 安川、滋賀県、加古川、兵庫県の四河川流域が増地域に指定され、その根幹事業として水源であるダムが建設された。これが現在の農林水産省直轄ダムの走りであり、安川ダム、安川や、羽とダム、鶴沼川、鴨川ダム、鴨川などが建設された。同時に新規開墾した農地を水害から守るために、 国営農地防災事業が施行され、治水目的として農地防災ダムが各地で建設された。1950年代に入ると人口が爆発的に増加し、さらなる食料増産体制が求められた。国営農業水利事業は、この頃より国営土地改良事業、または通称、関海と呼ばれる国営灌外排水事業に名称が割っていたが、 その目的と重要性は変わらずむしろより大規模になっていった。特に大規模な事業については、事業費が莫大なものとなるため、国際復興開発銀行、世界銀行の支援を受けて事業が割れた。該当するものとして、愛知用水や市の津地域で探知開発事業などが挙げられるが、これら大規模事業においても直轄ダムは、水源としての重要な位置を占めた。 この頃建設された大規模直轄ダムとして、青山ダム、東別川、北海道、岩道ダム、丹道川、岩手県、山農海、ダム、滝永川、岩手県、売れダム、売れ川、愛知県、永源寺ダム、越川、滋賀県、北山ダム、加瀬川、佐賀県などがあり、現在もなお重要な役割を担っている。こうしたダムと連携して、愛知用水をはじめ、 豊川用水、明治用水、吉野川北岸用水などの大規模用水路も整備され、かつて不毛の地と呼ばれた地域も豊穣な土地へと変化した。ダム建設は米を筆頭とした食料を増産に寄与したほか、昭和初期まで頻発した生産な水争いや迷信による人身ごくの悪臭を根絶させたのである。農林水産省直轄ダムの目的は、 基本的に灌漑用水の供給である。しかし実際には治水目的や上水道、工業用水道、水力発電といった灌漑以外の利水目的を有するダムも多く建設されている。これらは建設省や都道府県といった河川管理者が施行主体である河川総合開発事業と連携していることが多いためである。 その端緒となったのは1950年、昭和25年に制定された国土総合開発法である。戦後大きな問題となっていたのは、食料を不足だけではなく連連の台風や集中豪雨に伴う水害の頻発、発電所の空襲や施設劣化に伴う電力不足による停電があった。いずれも戦後の国土復興や治安上に支障をきたすため、 当時経済政策全般を統括していた内閣経済安定本部は、物ノノベ・オサオが1926年、大正5年に提唱した河水統制計画案を発展させた河川総合開発事業を強力に推進していた。そして第3次、吉田内閣はこの法律を施行することで、河川総合開発を広域、大規模に実施し、治水取水を総合、系統的に開発。 経済復興の礎にしようとしたのである。国土総合開発方施行後前国22地域を特定地域に指定して重点的な開発が行われた。ほとんどの地域で地水と考え、水力発電を組み合わせた開発が行われ、農林省もこの開発計画に参画するようになったが、農林省が主体となった事業として、吉野熊野特定地域総合開発計画がある。 これは300年来水不足に悩まされた山和盆地と和歌山平野に農業用水を供給するため熊野川と木の川を同水路で連結して水の融通を行い干ばつに苦しんだ同地域の農地整備を行う事業計画津川木の川総合開発計画が発端であったがこれに建設省と電源開発が参加し地水と水力発電を新規目的に加えた 広域多目的河川開発事業として拡大した。これにより建設された根幹施設として、大葉間ダム、木の川、つぶろダム、つぶろ川、山田ダム、野田原川、猿屋ダム、熊野川があり、事業完成により、同地域は慢性的な水不足から解放され、高度経済成長期を迎えると、今度は人口増加に伴う上水道需要及び、 工業地帯拡張による工業用水道需要が急増した。こうした背景から建設省は、利根川や淀川など大都市圏を流れる大河川を対象総合的な水資源開発を行うため水資源開発公団の設置を起とした。しかし農林省は当時干渉していた愛知用水公団を拡充する水利開発管理公団の設置をもくみ、上水道事業を干渉する。 厚生省と工業用水道事業を干渉する通商産業省も加わり主導権をめぐって各省庁間の拡築が激しくなった。その後自由民主党や経済企画庁の調整もあり1961年昭和36年水資源開発公団法と水資源開発促進法が成立、翌年水資源開発公団が発足した。しかし、 法案可決の際日本社会党が賛成条件として挙げた不対決議の中に愛知用水公団は下級的速やかに水資源開発公団へ統合するとの文言があり農林省は土地改良事業遂行の観点からこれに抵抗しただが最終的には1968年昭和43年に愛知用水公団は統合され公団が所管していた愛知用水 豊川用水及び直轄ダムであったウレダムドは水資源開発公団に管理が移管された。その後は水資源開発公団の農業用水事業を干渉する主務官庁として引き続き公団が実施する灌え事業を監督し、それは特殊法人改革によって独立行政法人水資源機構と改組した現在も変わらない。このか。 ここの直轄ダムについても、電力会社や各都道府県企業局の発電事業が参画したダム、大夕張りダムなど、や、上水道、工業用水道目的が付加されたダム、三河ダムなどが、この時期に、大下手され、多目的ダム化されるに至った。1964年、昭和39年に、河川法が大幅改定された。 コッは河川を水系単位で上流から下流まで一貫して建設省及び都道府県知事といった河川管理者が管理を行うというもので物の部おさおの理論を法体系化したものであったこの時点で治水事業は河川管理者の戦管事項となるが農地防災事業を行っている農林省との調整が問題となったすでに多目的ダムにおいては1957年 昭和32年の特定多目的ダム法において、建設省が管理する特定多目的ダムについては所有権が建設大臣に一元化され、農林省が管外事業で参入する場合は使用権を建設省の許認可で保有する決まりになっていた。しかし洪水調節と同義である農地防災を主目的とする農地防災ダムについては明確な線引きがなされ、 また既存の農林省直轄ダムについても洪水時の操作をどのようにするかが課題となったのである。農業用ダムや発電用ダムといった利水専用ダムの洪水時の運用について、建設省は1965年、昭和40年の河川法施行令及び1966年、昭和41年の建設省河川局長通達において最速を定めた。これは、 河川法第44条から51条のダムに関する特則をさらに具体的にしたもので、洪水発生時における利水ダムの運用について規定した。この内河川局長通達では、洪水時の放流が下流域に与える影響を考慮した分類を定め、利水ダムを大愛類から第4類に区分けした。農林省直轄ダムでは大夕張ダム、夕張川、北海道が、 大愛類に分類されたのをはじめ、多くのダムが、それぞれの分類に指定され細かなダム操作を要求された。このため治水の責務はなくても洪水時には最新の注意を払う必要が生じた。こうした放流上の問題として1982年、昭和57年の大波様ダム放流問題があり、集中豪雨に伴う放流で増水した木の川に、 流され死亡した河川利用者が出たことで国会でも問題となった。その後農林水産省は有識者による放流対策委員会を設け再発防止対策を実施した。一方河川総合開発事業と国営土地改良事業、国営管外排水事業が重複することによる事業者間の調整も問題となった。すでにうちの倉ダム、 うちの倉川、新潟県や日中ダム、押切川、福島県土岩台国営、灌漑排水事業目的で計画された直轄ダムに河川管理者が治水事業で参加するケースが増加。こうしたダムについては河川管理者が農林水産省に委託する形で施行を行い、完成後は河川管理者が管理を行う方式が定着していたが、明文化されていたわけではなかった。 こうした問題を解決するため、1989年、平成元年に土地改良法及び土地改良法施行令が改正され、農林水産省直轄ダムなど農林水産省が土地改良事業を行う際の河川改修について新たな規定がなされた。具体的な明文化については、同年7月1日に通達された建設省河川局長、 農林水産省構造改善庁による立川発、第56号通達及び元構え改め、B 第688号通達で詳細な規定が、されている。その主な内容としては、といったものであり、治水事業たる、河川改修については、河川管理者の専管事項であることを再確認した、ものであった。これにより、農林水産省は、農地防災という治水を目的とした、 新規のダム建設を一重で行うことが不可能とされた。これにより、農地防災目的でダムが建設されることは皆無となり、当初考え目的のみで計画されていたダムに、洪水調節目的が付加した場合は、施行中より、河川管理者に事業を移管することとなった。こうした例としては大夕張ダム、再開発事業としての夕張シューパーロダム、夕張川、北海道、 中別ダム、中別川、北海道、余蔵ダム、余正里ダム、荒井田川、青森県や、荒戸沢ダム、二波山川、宮城県などがある。またダム建設における水没地対策としては、水源地域対策特別措置法の適用が定められ、ドントダム、しじみ川、兵庫県や、大志田ダム、平塚川、岩手県、余蔵ダムなどが指定されている。 こうした経緯により、現在施行、管理されている、農林水産省管理ダムは一部を除き、おおむね灌漑専用ダムとなっている。しかし、減炭政策や第一次産業人口の減少により、農業用水の余剰化が問題とな、おり、永元時代にダム、越川、滋賀県のように、無駄な事業として、批判を受けている、ダム事業や、農業用水の不法転用問題が表面化している。 またダイイケルダム、大曽川、大分県のように思考ミスが原因の運用問題など課題も抱えている。さらに中止したダム事業も少なからず存在しており、公共事業に近い性格である土地改良事業を基づく農林水産省直轄ダム事業は他のダム事業と同様に起労に立たされている。微光一港欄は工事中のダム、2008年現在、微光に 赤欄は凍結中のダム。微位置掲載基準は高さ50.0メートル以上。または、総貯水容量が1000000立方メートル以上のダムである。微光2、黄色欄は工事中のダム。2008年現在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。